語ること。シューナ。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。今回は息子くんの日本の運動会の朝、お弁当作りの様子をお届けします。リカパパが国に帰ってしまい、ワンオペパパになったみつパパ。普段スウェーデンでは作らないお弁当を張り切って作りますが、黙々と作りすぎてもはや ASMR。 なかなか起きない息子くんに、朝ごはんからお出かけまでの様子をお伝えしちゃいます。お弁当食べてくれたかな？最後までお楽しみに。それでは行きましょう、二人パパのワンオペパパが作る日本の運動会のお弁当。Hey Siri, time 8分。 8分のタイマーを作成しました。カウントダウンを開始します。
大きいかな。ちょっと大きい気がする。
語り方。おはよう。おはよう。朝だよ。朝ですよ。今日運動会だよ。覚えてる？ねえねえ。運動会だよ。運動会ですよ。全然起きないんですけど。今日体操服着ていきましょう。もう起きないと間に合わなくなっちゃう。今日ちょっと早く行かないといけないって。眠いよね。寝たいですじゃないよ。起きてくださいです。あ、とりあえず一本お水飲みますか。あ、今日おにぎりと、今日おにぎりと卵焼きとお昼と一緒だけど、ほぼ運動会だからちゃんと食べてくださいよ。それでいい。パパ納豆食べてる。ちょっと寒い？上着着る？まあ後ですぐ体操服着替えなきゃいけないけど、ちっちゃくなっちゃったね本当に。これ乾燥機かけるからかな。もうじゃあおにぎり食べなさい。卵だけじゃなくラクス入ってるから。どういたしまして。
今日運動会走るんでしょ、あとなんかダンスするでしょ。この前先生に聞いたんだけどさ、うん、先生この前ここ来たじゃん、他の子にも教えてあげてるんだって。こっちだよあっちだよ、なんかちゃんと他の子のポジションとかも覚えてるらしいじゃん。なんかもうお弁当作っただけでお腹いっぱいなし、まあ、とりあえずごちそうさまでした。お茶碗持ってって。ごちそうさまありがとう。でも今日体操服着ていくから、体操服はそうなるの、あれ自分で着替えて。袋を一回持っていく。袋持っていかなくていいと思う。帽子もかぶる。赤白帽ね。いつも 赤と白どっちの色なの。僕は赤。これ何、自分で決めていいんですか。ダメ。あ、そうなの、決まってんの。よく知ってたあれ、あ、学校来たわ。ごちそうさまでした。そして寒くない。あ、あの上着着ていけばいいよ、としたらもし寒かった。見せて。めっちゃ日本の小学生感が出てくるね。で、その耳こうゴムはさ、耳の後ろにあるんだ。この袋は何探してんの。このあ、そこか。そう、今日はこれ持ってくよ。その前に歯磨きもしなきゃいけない。まだ時間あるから歯磨きしてきて。寒い。あ、上着ね、ごめんごめん、上着貸して。ハンカチ持った。一応今日はでもハンカチいらないかな、まあ、一応ここ、この中にあとタオルとかも入ってるし、あと一応着替えも入ってるから。あ、ちょっと待って、お弁当お弁当と水筒水筒、これどこだっけ、まあ、どこに置いたっけ。さっき水筒さっきわざわざ出しといたのに、紐紐どこ入れた。違うの、今日朝さ、それ絶対なくならないようにと思って、あ、あったあった。これ、水筒とお弁当ね、これ一個ね、ならないようにちゃんと持っていってね。で、OK、 ちょっと今日重いけど、大丈夫。重い。てるこれ脱いでいく。そうだね、多分もう暑いと思う。でもそれ、一応持ってきてくださいって書いてあったから、上着はその中入れた方がいいね。オッケー。あとで見に行くから、パパ。うん。ヘイド。ヘイド、行ってらっしゃい。じゃあまた後でね。けど本当に、あ、あれで、これ全部あそこにいるまししないで。なになに？もっと大きいの川にいると思うけど。何が？あ、これね。これ入らなかったよね、こっちのちっちゃいやつよね。うん、はい、じゃあ、行ってらっしゃい。ヘイド。ヘイド。さーて、来週の二人パパは？次回はカナタイム、カナタくんとのコラボ動画。パートナーのベティちゃんとうちにやってきたので NG なしの質問しちゃいました。NG はないです。NG ないです。今日は、はい、なんとスペシャルゲスト、ベティちゃん大爆笑してそこに座ってくれています。そのイントネーションずっといきます。どっちから最初、はい、好きの意思を示したの？二人の中でも議論になってて。あんまり今までじゃあ自分からこうスイッチが入ることはなかったの。で、今一緒に住んでるんだっけ？そう、あ、言ってなかったの？その女性としてまあ当時生きてたから、うん、えと何突然こう全裸で出てくる。まあ一回、まあ、すごいぶつかったのが、うん、戸籍上2人結婚できるじゃん。2人は子供欲しいとか考えてるかな。ごめん、なんか公開プロポーズみたいになっちゃったけど大丈夫。次回もまた見てくださいね。へへー。運動会の弁当は今まで食べたの一番美味しいのお弁当だった。本当に美味しかった。ありがとうございます。